この聖書の箇所は、タイトルにはペテロの批判を予告すると記されております。ペテロが あなたは今夜ニワトリが鳴く前に三度私のことを知らないと言うと言われたのであります。ペテロはですね、たとえご一緒に死なねばならなくなってもあなたのことを知らないなどとは決して申しませんと、このように言ったわけであります。にもかかわらずペテロはイエス・キリストを三度難んでしまったわけであります。ペテロはそのイエスの言葉を思い出して、そしてこの外に出て激しく泣いたと、同じ26章の後半には記されて、おります。これ31節にイエス様は弟子たちに言われた言葉に、今夜あなた方は皆私につまずく、このように言われたと思います。ペテロだけではなく皆私につまずく、で他の弟子たちも皆ですね、あなたのことは知らないなどとは決して申しませんとペテロと同じように言ったんです。けれどもイエス様はですね、ペテロをはじめ寝食を共にしてきた全ての弟子たちが、今夜あなた方は皆私につまずく、このように言ったのであります。翻ってみますと、信仰はつまずくところから始まるのではないでしょうか。つまずきを経験して、そしてまたそこから信仰が試されて、そして強められ清められ高められていく。ですからつまずきのない信仰はないのであります。私たちはいろいろなことに、つまずきます。まず自分につまずくのであります。自分につまずくっていうことはどういうことでしょうか。最近このバリアフリーによって、人々の住環境というんでしょうか、まあ、道路にしてもですね、非常に住みやすくなっております。いろんなこの配慮がなされております。しかしつまずくときはですね、ほんのちょっとしたこの段差、あるいはほんのちょっとしたことでもですね、このつまずいてしまうのであります。どんなに整備されていてもですね、つまずくときはつまずくのであり、倒れるときは倒れるのであります。それがですね、まず自分につまずく、私たちはつまずきやすい存在になる、それは弱さを持っているということであります。自分の弱さ、自分の至らなさにつまずくまであります。しかし私たちはそこで祈るのであります。あの朝鮮人が祈ったように、ルカによる福音書の18章には、朝鮮人は遠く立って目を天に上げようともせず胸を打ちながら言った。神様、罪人の私を憐れんでください。言っておくが、義とされて家に帰ったのはこの人であった、この人であってあのパリサイ派の人ではない。誰でも高ぶる者は低くされ、へり下る者は高められる。私たちは自分自身がつまずきやすい弱さを持ち、また本当にこのつまずきやすいものであることを認め、そこから祈っていくのであります。その祈りは、
義とされて家に帰ったのはこの超善人である。罪許されて家に帰ったのはこの超善人である。そしてその許しの恵みの中を私たちは日々歩むことができるのであります。次に私たちはこの人につまずくのであります。あの人につまずき、この人につまずき、そしてこの自分の信仰を見失ってしまう、正体から足が遠のいてしまうということも多々あるのであります。ヘブル書の手紙の中に、信仰とは望んでいる事柄を確信し見えない事実を確認することであるとあります。私たちの信仰は人を見て歩むのではなく、天を見上げ天におられる神様をしっかり見つめて歩むのであります。望んでいる事柄を確信するのであります。私たちに与えられている信仰とは、神の約束の御言葉に生きるということであります。聖書の御言葉を自分に語りかけてくださる神の御言葉として受け止め、そこに望みを置いて歩むのが信仰生活であります。その望みは蜃気楼のような、あるのかないのかわからない、そういう望みではなく、必ず実現するという信仰であります。やがて私たちに待ち望むべき大きな喜び、大きな約束、私たちは必ず神の御元に召され、神の備えたものとは御国に凱旋する、そのことを未来に起きる出来事を信仰によって現在のものとして受け取っていくのであります。目に見えないものを心の目で見ていくのであります。私たちは自分につまずき、人につまずくものでありますけれども、私たちは目を上げ天を見つめ、そして神の御言葉の約束を信じ、そこに望みを置いていくのであります。別の聖書の訳では、信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものであるとあります。保証という言葉が出ております。私たちは何か物を買うときに、必ずこの保証書というものがついてきます。でその保証書があればですね、保証期間の間にですね、何かがあればそれを無償で直していただいたり交換していただいたり、保証があります。私たちの信仰にも保証があるんです。聖書はですね、聖霊が保証となってくださると書いてあるんだけど、聖霊は私たちに望みを与え、信仰の、私たちの信仰の保証となってください、保証人となってください。やがてそれは確信へと変わり、未来に起きる出来事が、その約束が現在起きている事柄のように、信仰の目によってそのことを事実として確認していくのであります。そのことをなしてくださるのが聖霊で、私たちは自分につまずき、人につまずき、そうして目には見えない神に対する信仰をいよいよ強めていくのであります。それはやがて確信となり、そして聖霊の保証によって私たちの
未来、私たちの来世、私たちの信仰の目的をしっかりとそこで見据えることができるのであります。その時イエスは弟子たちに言われた。今夜あなた方は皆私につまずく。私たちはイエス様につまずくのであります。なぜでしょうか。それは私たちにはいつも弱さがあるのであります。イエス様はあなたは今夜鶏が鳴く前に三度私のことを知らないと言うだろう。その前にはっきり言っておく、はっきり言っておくってことですのも、イエス様がペテロに言われたんです。あなたは一緒に死なねばならなくなってもそんなことは決して言わない。それも本心です。ペテロの本心です。ペテロに嘘を言ったんじゃないです。ペテロのその時の本心は、たとえご一緒に死なねばならなくなってもあなたのことを知らないんだと決して申しません。他の弟子たちもみんな同じように言ったんです。みんな本心なんです、その時。けれども今夜あなた方はみんな私につまずく。それがペテロの弱さであり、弟子たちの弱さであり、私たちの弱さ。だから私たちはイエス様につまずくんです。信仰生活していく中で、あんだけお祈りしてあなたにお従いするに誓ったのに、なお私たちはつまずくのであります。イエス様のことを見捨てるのであります。イエス様を置いて逃げるのでそれでもなお私たちは許しの中にイエス様にお従いしていくのであります。なぜでしょうか。それはルカによる福音書の方で一言だけこの記されておりますけれども、マタイによる福音書ではですね、このペテロは鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言うだろうと言われたイエスの言葉を思い出した。そして外に出て激しく泣いたというふうに記されております。けれどもルカによる福音書ではですね、主は振り向いてペテロを見つめられたという御言葉が加えられています。ペテロがあなたの言っていることは分からない。私はイエス・キリストと何の関係もない。イエス・キリストは知らない。あなたとご一緒に死なねばならなくなっても、決してあなたのことを知らないとは言わないと言ったペテロがですね、知らないと言ったんです。ニワトリが鳴いたんです。その時に彼はですね、我に返るんです。その時に主は振り向いてペテロを見つめられた。そのペテロを見つめられたイエス様の眼差し、彼は生涯忘れることはできません。その眼差しは悲しげな目であると同時に、はっきり言っておく、あなたは鶏が鳴く前に私のことを知らない。あなたには弱さがある。あなたは私につまずく。けれども私はあなたを愛していると。ペテロはそこで初めてキリストの愛に出会うのであります。限りなく私たちがどうであろうと何であろうと逃げようとし、イエス様のことを知らないと言おうが、
私はあなたを愛している限りなき愛を持って愛している、それが神の愛であり十字架の愛です。そこに気づいた時に初めてパウロは再び立ち上がっていくのであります。救世軍歌手の89番にこのイエスは愛の眼差しでという歌があります。その一節にイエスは愛の眼差しであなたを見つめ、イエスのもとに帰れよと呼びかけている。主に帰れよ、イエスのもとに帰れ、疲れ果てた人々をイエスは今待つ。この眼差しがペテロに向けられたんです。でこの眼差しが私たちにも向けられているんです。そしてイエス様は、主は振り向いてペテロを見つめられた。その眼差しが今日私たちに向けられているんです。イエスは愛の眼差しであなたを見つめ、そしてイエスのもとに帰れ、イエスのもとに帰りなさいと今日も呼びかけているであります。主に帰れ、イエスのもとに帰れ、イエスは今待つ。これがこのキリストの許しの恵みであります。私たちはつまずきます。自分につまずき、人につまずき、イエス様につまずきます。ということは私たちももしかしたら誰かをつまずかせているかもしれないんです。しかしそういう経験を通して私たちはいよいよ信仰から信仰へ、真理から真理、主イエスに対する信仰と希望と愛に生きることができるのであります。この受難節を迎え、私たちは主が十字架を背負ってカルバルの丘に向かって行かれたその歩みの中に、イエス様の愛の眼差しが注がれている、そのことを信じ、許しの恵みの中を歩んでいきたいと願うのであります。今日は国習慣の件の式でございます。まず一言お祈りをいたしまして、その後件の式をしたいと思います。ご大天の父なる神様、十難節を迎え、本庁マタイの福音書の中からイエスにつまずくと題して御言葉を学びました。私たちは自分の弱さにつまずき、人につまずき、またイエス様につまずくものであります。またもしかしたら私たちも他の人をつまずかせているかもしれません。そのようなものをあなたは今日も帰りに愛の眼差しで見つめ、そしてイエスのもとに帰ると言ってくださっております。どうぞあなたの許しの恵みの中に歩むことができる、私たちの信仰をいよいよ強めてください。主イエスキリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。それでは総額をお願いいたしまして、